こんにちは、ノニプーです。今回もですね、トミカ歴代名車コレクションの方ですね、届きましたので見ていきたいなというふうに思います。はい、こちらですね。はい、こちらトミカ歴代名車コレクションですね。014番ですね。トヨタのスプリンタートレノ A86 になります。そしてですね、今回もですね、先頃発売されましたトミカタウンのこちらの方ですね、情景ですね、トミカタウンの情景ということで、はい、吉野家ということで、吉野家のお店と吉野家の車がですね、ミニカーとしてね、ついている情景の方もですね、一緒にですね、見ていきたいなというふうに思います。はい、それではですね、今回もですね、このまま今パッケージされている状態、もちろんですね、こちらですね、トミカタウンの方もですね、はい、パッキングされている状態ですね、になってますので、これからですね、アンボクシングしていきたいなというふうに思います。はい、でもなんていうかな、これ本当にこれやった方がいいのかどうかちょっとわからないですけど、もうしばらくですね、ちょっとね、やっていきたいなというふうに思います。はい、いつも通りですね、はい、パックされています。本屋さんの店頭で、並んでいる状態ということで、ですね、はいはいはい。そしてこちらですね、はい、がパッケージ開けた状態で、その後ろ側にですね、はい、このように冊子がついています。はい、まだ見てませんので、内容ちょっとわからないですけども、こういう冊子がついているという形になります。いつも通りですね、ここ置いてまたこけたりせえへんかなと思うんですけども、これで見ていきたいと思います。そしてこちらですね、箱の方ですね、箱っていうのかな、段ボールの中に入ってるんですけども、この表紙のところを取るとですね、はい、このようにですね、はい、ミニカーが入ってました。はい、こちらですね、はい、トミカ歴代名車コレクション14番ですね、スプリンタートレノ A86 という形になっています。トミカタウン用の情景、吉野家のお店とですね、吉野家カーというんでしょうかね、はこちらがついてますんで、こちらも開けてみたいと思います。よいしょよいしょ、はい、そしたら開けます。ちょっとね、どうなってるのかわかんないですけどね、はい、よいしょ、はいはい、あ、まずね、これね、はい、こちらね、ミニカーかな、ミニカーの方ですね、吉野家カーか、はいはい、ちょっとね、後で言いますけども、はい、こちらですね、吉野家の車っていうんでしょうか、ちょっと私ね、これ見たことないんですけども、こんな車があるんでしょうかね、はい、吉野家という名前、はい、また詳しく後で言いたいと思います。はい、そしてはい、こちらの方ですね、はい、こちらの方開けたいと思います。よいしょ、おー、はいはい、こういう風な形、もう非常にね、共通ですよね、他のものと共通で、こういう組み立て式になって、はい、お店がセットになっている、お店と車ですね、吉野家さんの車がセットになっている、トミカタウンですね、情景ということになっています。こちらの方ですね、出してみたいと思います。はい、スプリンタートレノ、トレノ、はいはい、よいしょ、ほい、あら、これね、ほら、これ見てください、これ、前回前々回のアンボクシングの時は、この袋はミニカーで包まれたのが、ほら、このようにね、箱側にね、袋が付いてるという、こういうパターンがあるんです、こういうパターン。ちょっとね、関係ない話です。はい。はい、そして、こちらの方がですね、はい。
ットミカのですね、歴代名車コレクションスプリンタートレノということになっています。そうしましたらですね、いつも通り、ターンテーブルですね、スタートしてみたいなというふうに思います。
call